パンツァードラグーン。巨大な抑留を操ってバイオ兵器や帝国の飛行兵器を相手にバトルを繰り広げる 3D ポリゴンシューティング。そのグラフィックとサウンドはセガサターンの持つポテンシャルをフルに引き出したと言われるほど超リアルだ。プレイヤーはドラゴンに乗ったドラゴンライダーを操作して7つの鍵を守るガードロボットを倒しながら目的地であるバベルの塔を目指す。残された時間はあと3日。果たしてバベルの塔の鍵を開けることができるか。ゲームはスクロール方式のシューティングゲーム。ただしこのパンツァードラグーンでは視点を360度切り替えることが可能なので、後方から迫る敵も攻撃することができる。ドラゴンのリアルな浮遊感覚、羽ばたく翼、書き込まれた地形はまさに究極の美しさ。さらに巨大なキャラクターが縦横無尽に動き回る様はゲームの枠を超えた迫力だ。まさに究極のポリゴンシューティング、パンツァードラグーンは3月発売予定です。